いいんじゃないですか。うん、でそれ、市原園行って、実際これで両方とも釣れたでしょ。100個近くは両方とも釣ってる、釣れると思います、全然。これだけあの針先が鋭くなってるだけでもう十分だから。わかんねえのが、あの細くはできたんだけど、針先鋭いのかどうかがよくわかんない。いや、もうこれはもう針先をルーペで見ればちゃんと出てますから。長い方はちょっと気持ち丸くなっちゃってるけど。あ、そうなんですか。ね、でもまあ、あの丸くなってるってレベルが違う話ですよ。うん、で短い方がまだ針先が残ってますよね。鋭いってこと。そうです。短い方。うん、あ、そう。極端に言えば長い方が今はね、うん、まあ、こうなって、こっちに、どうしたか、滑んねえ。まあ、正確にいくと、今こうなってて、すみません、また撮らせていただきます。こうなってるよね、あの、はいはい、うん、長い方はね、うん、そうそうそう、まあ、もうちょっと極端か。今のワーク極端にしてもらえる。ワークを置いて、こうになってるかね。こうやって細くなってるんですよ。はいはいはい、それで、こういうふうに、まあ、こうなってるわけですよ。はい、極端に言うとね、この先だ、先アップする。だからこのとこがこういう感じに今なってるんですよ、少し。うん、だから、そういう意味で、針先はちょっと、あの、丸いかなって感じ実際。でもこのじゃあ丸くなってから釣れないかって言って十分尖ってるんですよ。うん、間違いなく。ただ研ぎ針のことから言わせればそういうことになってるよっていう話。うで横から見るとも若干こうなってるかな。若干中に入ってる。うん、こんな感じになってるかな実際は。このところなしにしてね。こんな感じになってます。こういう感じで。うん、先っちょだけが、だから多分使ったからでしょうね。このところだけが、この辺までまっすぐなんだけど、この辺がちょっと中に入っちゃってるから、うん、だからこの間言ったようにどうしてもここが細くなると使ってるともうすぐ中入ったり外に開くってなる。ここの問題がこきかけです。まあこれはまあそれでこっちの長い方からするとやっぱり今削ってあるのが、この辺りまで削ってあるんですよ、はいはい、この平面を、はいはい、これ見るとね、うん、そうするとここのところが急激にもうほら、うん、ガバッと、うん、まあ上から見るとまあこう太くなってるのがこういう風になってるわけですよ、うんうん、そうですね、そういう感じになってますよね、うんうん、だからやっぱりどうしてもここのところの部分が弱くなる。ああ、これを滑らかにしないといけない。そう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 、なるだけこうやってなるめかにするのと、もう一つはここのところの部分も急激に太くなっちゃってから、これも顎を削る、今度段階では削る、ね、そう、意識的に、あのこの研いでみたらね、 これからの先、うん、でこの間なぜそれ言わなかったと、まずこれをやらないとどうしようもないから、これが、まあ、大体あの今の3面の時からすればもうほぼできてますから。ほぼできてんだって聞いた。聞きました、聞きました。ただちょっと長い方は細すぎる、こっちを攻めすぎた。あ、そうですよね、うん、それで顎やっちゃうと、うん、これ顎になると多分相当弱くなっちゃう。でこれ削っていくとここの顎のとこ回心とこからポキって折れますよね。折れます折れます、うん、だってこの距離がどうしても、うん、狭くなってくるし、やってて分かんないのがここをどこまで攻めていいのかが、うん、厚みというか、これはもう、うん、あの実際これよりちょっと太く、この長さだったら、うん、これは短くなれば短くと細くしても、うん、結局テコの原理になるわけだから、だ短くなれば強くなるわけじゃないですか、うん、この長さだったらこの細さだと多分どうしても弱くなっちゃう、うん、だからやってて、うん、これすげえ細くできたなと思って指で触ったらふにゃって曲がっちゃう。そう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 、そうこっちの短めの方が一回あの折れてやったっていうこの細さだで細いなと思うじゃないですか、うん、確かにこれでもいいんだけど、これは細いからまだ持つんですよ。あ、だからこれも同じことでね、今こういうふうに
こういうふうにできて細くなってるけど、やっぱりこれもこういう感じになっちゃってるわけですよ。まあ同じことですよね、結局はここのところの削りもやっぱりこうなってますよね。こうなってますか。うん、なってますよね。だからこれは間違いじゃないんです、間違いじゃないんですよ。でこれだけ短ければ、さっき見てくる長くないと、短ければこのまま顎削っても結構いい針ができますよ。でね、やっぱりここのカーブはもう本当に滑らかにやっていくっていう、滑らかにしなきゃいけない。そうそうそう、まあ、ここ平らになるとこうカクンってなるんで、いやカクって要するに四角くてもいいんですよ、うんうん、こうじゃなくてこう、要するにそういうことです。滑らかにね、そういうこと、うん、そしたらこの小さい針は結構いいんじゃないですか。結構いいんだってよ、聞いた、聞きましたもう育坊さんのところに早く行きたくてね、行きたくてねお話を伺いたくて。いやもう釣りの針だと思いますよ。お、うん、お聞きました。もう針が小さいから、正直言ってそんな大使なんかいじらなくてもそこそこ釣れるんですよ、うん、ただほら、もっとやりたくなると、うん、ここもっといじりたく、あとあの針によっちゃあの棚子針っていうのがあるじゃないですか、あの普通の昔の、うん、あれなんか研ぐと結構あっちは材質が硬いんですよ、うん、だから丈夫だっていう利点でちょっと削るのも大変だけどね、うん、だからこれを覚えておくとああいう針もできるようになるんですよ、うん、でいろんな針もあのできるようになる。まあこの間買ってったのはヒレヤスリだけなので、うん、まあ、うん、返しの方とか触れる、触れない。そうそう、でも大半もうこれでほぼ勝負決まっちゃいますからね、うん、で今度返しじり始めるとこの針先でみんな悩むんですよ、とにかくこの間説明して あるって言うと、うん、今度はなかなかできれなくなっちゃって、ちっちゃくはなるんだけどどうしてもこの先が出ない、うん、そういうの多分悩むと思います、うん、で私この間市原園行って、うん、まあ200は釣ったけど300は釣ってないぐらいの数だったんですけど、まああの午前中からなんかあのうっすらこう魚が溜まって、うっすら多くなってるような感じで、まあ、午後からは活性が上がって、うん、だいぶ上に上がってきて入れ箱にもなっちゃったんですけども、まあ、針の話とは違うんですけど、うん、釣り方の話でね、うん、その何て言うかな、餌の落ちていくスピードがものすごく大事なような気がして、うん、まあ、要するにちょっと大きめに振り込んで、うん、ちょっとこういう風にしてやって、はい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 、このスピードで、だいぶ要するに、うん、一番最初のショートあたり、まあ、入れ方によるんだけど、うん、スポーンと投げ出すとこうなりますよね、で針がこう沈んできますよね。だからこのスピードっていうのもやっぱりかかってくるんですよ。ですよね、うん、それでそれはやっぱりね、あの必ず遅ければいい、早ければいいっていうことじゃなくて、ここはその時によって変わるという考え方をしてたんです、ね、そうですね。だから普通に真下に振り込んだつもりでも多少はこうなってるわけですから、そうそうそう、これをだから本当にまっすぐにやる時もあるんですよ、うん、あえて早く落としたい時スポット、うん、で上の方に口細だなんだりいっぱいいる時に下の方を狙いたい時はスーッとなる時落としてから、ま、なるだけまっすぐ入れてあげるわけですよ。でその入れてで下に行ったらゆっくり進んでるとかそういうことなんだけど、やっぱりその時の活性の問題なんですよ。ですよね。でやってて思ったのが、魚がいっぱいいるの、釣り込みだからいっぱいいるので、うん、こう斜めに振り込んでやるとこっちに水面の魚がいるんです。そうです。でこうやってそう やる気のあるやつでこの餌を追っかけてきて、そういうことです。ここでポンって当たるみたいな。それが卵だけじゃない、一荒みたいな卵が多いところはそうなんだけど、うん、ここで口細っていうものがいるわけですよ、そうするとこうやると逆になる、口細の方がみんな食っちゃって逆になるわけですよね。下に行った頃に餌がないと、うん、よくあるパターンで、うん、で逆にそういう要するに餌取りが多い時にはまっすぐ落として、うん、そう逆にやると落として、ね、もう隙間をやってスポーンと落としてやって、うん、下の方を狙うという、うん、そういうタイミングっていうのが出てくるから、だから育坊さんが言う一発目の、うん、あの一発目がこうやってそう一発目で取れっていうのはそこにあるんですよ、うん、だからこうでもこうでもとにかくスッとした時にバーッと追っかけてきて、うん、一発目にみんな一番最初動いてる時に何だと思って魚っていうのは寄ってくるわけですよ、うんうん、そいつを取れれば一番効率が上がるんですよ。そういうことですね、うん、だから要するに数いる魚の中で、うん、一番簡単な食い気になる、そういうこと、要するに分けてやるっていうか、全部が全部食い気あるわけじゃないし、うんうんうん、でこれも数がいっぱいいるときは競争し合うんですよ、うん、で数がいない、そうです、そうです、その通りです。で数がいないときはやっぱりそれが薄れるんですよ、うん、
だその時にはあんまり早じもりだとふーってスーって行っちゃうとやめちゃうんですよ。だからその時に少しゆっくりしてあげるとか、そういうことで調整するっていうのね。そういうパターンにするとある程度その効率が上がってくると思うんです。そういうのが分かってきてから、うん、結構連れ出して、そうそうなんですよ、うん、やっぱりあとあの当たりを1日だから200だとか300釣るってあげると1回の体験が200、300釣ってるってことは200、300以上に当たりがあるわけじゃないですか、うんうんうん、それでその当たりの差が分かってくるんですよ。あ、これはエビだなとか、あ、これは口細だなとか、まあ、それはあの普段釣っても違いはありますね。同じ理屈なんですよ、うん、でやっていってなるべく短い竿で、うん、タラゴの仕掛けって、うん、なるべく真上から見た方が、うん、こういう当たりが、そう有利になるわけですよ。真上から見ると伊藤さんが言うこう、うん、合わせなや合わせっていうか、それ誘いとこれができてくると小さな当たりが見えるようになってきて、そういうことです。小さな当たりが見えるようになってくると針掛かりもいっぱい増える。そういうことです。針掛かりが増える分バレもこうやって、もちろん多くなる。そうもうそれは確率にいっぱいあれば全部が全部釣れるわけじゃないから、うん、で食い方だってこの間言ったように針はこうともあるじゃん、これだって動いてるわけだし、横からこうやって押しちゃやるやつだって当たってるわけですから、そんな横からやってるやつなんか釣れっこないわけですよ。やっぱりそこのところはどうしてもね、数をやらなきゃいけないし、その中でいかにその効率的に、ね、抜いていくか。だから分かんない人なんかはもうとにかく当たれば上げちまいという、下手な鉄砲数打ちやなという話でやる人もいます。そうすると、うん、なんかこうやっていくと、もうなんていうの、ヘラで、ヘラ投げもそうですけど、うん、なんていうの、乗る確率のある当たりと、そういうことです。釣れない当たりというか見えてきます。そういうことなんです。一番乗る確率が高いのがこう食い上げだとか、そういうことです。食い止めっていうのは乗る確率高い、食ってる証拠だから、うん、そうですね、引っかかってる証拠だから、うん、そいつが動かないから、うん、重りが沈まないわけだし、そういうことなんです、うん、一番本当にちょんちょんとかあとは引っ張っていくのは、うん、よくほら他の魚の方が引っ張っててやると話すじゃないですか、うんうん、引っ張るときはもう遅いっていう、うんうん、ああいうのもやっぱりあるんですよ、タラゴでもね。大体合ってんだよ、俺の思ったこと。いや、だって船とか他の釣りやってるから、うん、そこの部分はもう同じ魚だから似たようなもんですよ。ただその感覚っていうかその微妙なところの違いがさえ分かっちまえば、うん、あとは同じですよ、うん、その部分は。だから全然やったことない人とは全く違うから、それはもちろんだからすぐ分かるんですよ、そういうことがね、うん、だからそれだけ、まあ、釣りがうまいってことです。ずーっと文句言ってるんですよ。ずーっと文句言ってて、いやこれは違う、あれは違うって。文句言ってるっていうことはそれだけ頭で考えてるっていうことで、で分析してるっていうことだから。ずーっと言って考えてます。でも早く育坊さんの話を聞きに行かないと答えが出ないっつって。いやそれでいいと思います。いや本当これね。はい。ちゃんと溶けてんだからこれでいいんだ。いや全然いいですよ。わかんない。小さい針なんか全然いいんじゃないですか。わかんない。もう先っちょだけに関してみれば、もうこの部分はもう完璧にもうこんなもんでいいですよ、十分です。いやすごい顕微鏡も使わずにやってんだ。でも3面時でほぼ勝負が決まっちゃうっていうのはここなんですよ、実はね。ああ